はい、ご視聴ありがとうございます。カレリアプロの津村です。始まりました MTG バラエティカレリアコンバット。今週末12月10日にヴィンテージ新挑戦者決定戦も行われるということで、今日はゲストにヴィンテージ新にお越しいただいております。ご視聴ありがとうございます。現ヴィンテージ新の森田です。今回、ヴィンテージの対戦ということで、はい、初めて1ミリも勝てる気がしない。いやいやいや、今回ばかりは胸を借りるつもりでやっていただきたい。割とダイスで勝負決まるね。ダイスは大事なので、はい、東入り禁止されるカードがバンバン使えるっていうのはヴィンテージの魅力です。本当に好きなカードを全部使えるので、ね、逆にその出だしで4枚使えるのヴィンテージで制限も、はい、結構あるんですよ、ね、ブレインストーンとか。ブレインストーンとかダイヤモンドしたダイヤモンド、あ、ライオンもそうなんですね。あとノータスペダル、あのあたりあ、ペタルも制限だ。はい、ダラソンですから、その出だしで似通ったフォーマットって思うかもしれないですけど、全然違うフォーマットなんていいので、その特にブレインストーンとか1枚っていうのがそうかなり大きいので、まあ、その代わりにただで3枚引けるようなものもあったりするので、あとは時を超えたバンドとか、あ、宝船に乗ったりだとか、そういうこともできます。ヴィンテージは実は老後の楽しみに取っておこうと思ってて、50歳ぐらいから始めようかなと思ってたんですけど、そろそろまあヴィンテージもちょっと参入していこうかなと思ってるので、はい、内容もよろしくお願いします。何かあったら私が言ってくれれば。でもまあ高橋君に聞いた方が早いかも。いやいやいや、ぜひよろしくお願いします。はい、ダイス超大事っすよ。まずは一つ目の勝負だ。特に茶色同系だと、そのダイスが1本目で揶揄されるぐらいに相性差があるので、いいね。はい、あと、あ、うわっ、10、うん、3回でもいただきます。キープしてもいいんですけど、そもそもそのマンチバルカードがない上にちょっと花がないので、マリガンします。マリガンリーグは花がないから初めて聞きましたけど、こっちはかなり良さそうな、もうなんかすごいことが起こりうる可能性もある。あ、こちらは先ほどと比べてもだいぶいいハンドなのでキープします。よろしくお願いします。はい、はい、お、これはダメなやつです。手払って、はい、ジェット、はい、私が使ってるより得が高い。かなり豪勢なやつね。嫌な予感がしますよ、ものすごく。ブラックロータスは。さらにトレイリアカデミーで次の勝負いったんじゃないかな。こう起動して残りが2枚ある、はい、おすごい。これがコマでいった3枚でかなりすごいことが起こりそうですね。多分もう使う人次第で決まってる可能性がありますが、読みでも聞いたか。マーナ墓地がないはずないんですよね。残り2マナで2マナ浮いて、はい、タイムウォーク、はい、でもういった、こちらからルートを打ちます。コマを出してセットランドして、コマにドローンスタックで4マナ出してで、また3枚、はい、で、コマのドローで、もう1枚で、して残念ながらエンドです。すいませんが、あ、エシャロットパッドでいいです。はい、ウィンだ。おー、これ、あれです、ロータスとかも言えるんですか。言えます。
ロータスって言います。それは嫌なのでアホアホ。はい。で、まあデルスタックス、アナドルで手が2万です。青今1、はい、で、引いてきます。はい、はい、じゃあエンドに行きます。何か起こりそうな、これがコマの3枚です。何か起こりそうなんですが、じゃあ、どうします。で、1枚で知らない。サイドゲームにはならない、済むかもしれない。無限に使えてしまう。で、このままで単身ロでタイムを守る。ギリ全然ギリじゃない。ちょっとプレイが思いつかなくて。コンボ対策に向けたカードをサイドインします。で、ぬる、一番右はまあ当たり前によく刺さるカードなんですが、まあ、真ん中は特定の相手が入れてくるであろうサイドカード対策で、一番左はおそらく相手が入っ一気に入ってるであろうメモリージャー対策、そしてこのカードを入れます。これはですね、相手がマナポットを持つカードを出してきたときにそれを、うまくかわせるように追加する土地で、あとはやはり分かりやすい茶色対策が対策、これも多分、まあ入れてもいいんじゃないかな。相手も意外と入れちゃおう。当然先生にいただきますまあそこまで強くはないんですが、まあ右の2枚のカードが美しいのでキープしましょう。じゃあちょっとまあ人としてマリガンしようかな。ちょっと爆発力もかけますが、まあ、まあバランスのいい手だかなということでキープします。はい、じゃあキープで戦術をします。おっ、上でお願いします軽くなるやつ。はい、軽くなるやつです。さあ、さあ、これを軽くなるか。すごいね、303で出たと思ってた。そうですね、これです。これも、これ絡みがこれです。面白いんですよね。さあ、ハーキー封じ。あ、ハーキー打てなくなる。ハーキー封じスタックで、はい、
アーキルを封じさせていただきます。見ちゃってないと。逆説が1枚あ、それこれうわいいね、はい、大丈夫です。16です。終了です。これですか。ハーキル打ちましょうか。そろそろ長打ちたくないそろそろハーキルを打ち頃ではございませんか。いや、我慢します。で、一応2マナ見てます、はい、か1マナ軽くなって1マナ軽くなって大丈夫です。え、すごいパンチ力。5点11終わりです。死んでしまう。ハーキル打ちましょう、そろそろ。さすがに死んでしまうな。終わりです。うわ、打ちましょう。1点プレイヤーに、はい、10。ほぼほぼ出てきます。はい、終了です。超えるべきカードがあまりにも多すぎて対応して、で、まあ、下に落ちます。終わりです。結構いい動きだったんだな。全然無理でしたね。さあ、おお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 あ、まああまり強くはないんですが、まあちょっとこれ以上マリガンできないのでキープします。お願いします。お願いします。19しまう。あんこ。難しいですね。メインで打つから相手のエンドで打つかもちょっと相手のチームが多いですね。ああ、なるほど。カウンターとかを見つつみたいな。まあ、こっちのデッキに行くと、それはあんまり関係ないので。6枚カードを引くのが大好き。で、対応して、はい、引けなかったこれ捨てて、対応して、これ捨てて、おお、
渋い。いますね。18か。18。今番はい、16です。無職マン。無職マンです。当然。確かに。はい、大丈夫です。終了です。で、アクションです。はい、2点くらって自分を投げて3点一気に。でしょ。はい。はい。ここです。で、どうします。感じ。聞いてください。ありがとうございました。はい、というわけでハリギアコンバットヴィンテージ編をお送りしましたが、やっぱりゲームが派手ですね。はい、そうですね。ちょっと古典版にやられてしまいました。たまたま。やっぱ序盤のスペルの応酬が今のスタンダードと全然違って、一旦目から悩んで悩む。やはり私のパワーナインがちょっと普通のアンリミテッド版でつまらなかったのがアルファ版だったのが大きかったですね。パワーが足りていなかった。こちら側がアルファ版最後のブラックを出すらしいんですけど、角が丸いということで、こちらが森田さんが使用されたなんですけど、角を見てもらうとこれが分かると僕はちなみに分かりませんでした。この曲の力が勝負を分かると、はい、ちょっと僕も借り物なんですけど、確かにかなりこだわって、はい、他のもだいぶ角が丸いので、角が丸い、それはちょっと私のとこで分かる。はい、というわけで今週末にはヴィンテージ新挑戦者決定戦も控えておりますので、そちらは生中継で森田さんの解説はマジで勉強になるので皆さんも森田さんの解説と一緒にご覧いただければと思います。続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、最後にちょっと、宣伝になりますが、カレリアチャンネルはただいま登録者数1万人以上集めて、カレリアコンバット in YouTube スペースをしようという企画を実行中です。はい、この後のチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。はい、では本日はヴィンテージの森田さんをゲストにお迎えしてお届けしました。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。